クリムゾンナルガです。最近ってか前々からネットサーフィンしてて思ってたけど、ほんとこの世の中ってネガティブな発言とか弱音を吐くことを悪として叩きのめそうとしてくるような怖いくらいに。俺が好きな海外ドラマのスーパーナチュラルで、僕は悪人じゃないし君も違う。僕らは誰にも構ってもらえない寂しさをぶつけ合っていただけだ。他のみんなもそう。学校とはそういう場所だ。みたいなセリフがあったけど、学校という括りではなく、この世界そのものが基本的にそういう場所だろうというふうに思っていて。というのも、例えばこの YouTube、コメント欄を除けば当たり前のように、早く消えればとか、社会のゴミとか、そういう暴言や人を見下す言葉が本人に直接届く形でわざわざ書き残されてるような、そういうのを見かけるたび、人間って本当どうしても憎しみや怒りをぶつけ合わずにはいられないというか、争わずにはいられないものなんだなと思う。もちろん全員がそうではないとは思うけど、それがネタというか、むしろそういうのが醍醐味みたいな視聴者間の空気っていうものもあるじゃん。それを投稿者自身が楽しんでいるんであれば、まあ、いいのかなとは思うけどね。世間というのは本当に楽をしたり楽をしようとする人間に対して異様に噛みついてくる。これらの攻撃の根本にはみんな苦労してんのに、お前だけ楽をしようなんて許さないぞみたいな感情がある気がする。同調圧力的なね。高校の頃、バイトを辞めるときに先輩が、次はどんなところで働くの？ってにこやかに聞いてきたから、ここよりもっと楽なとこって答えたら、急に顔色が変わって、楽な仕事なんかない。ってすげえ怖い顔で言ってきたんだよ。どうしてそう言い切れるのかと。世界中の仕事をすべて経験した上での感想なんだったら参考になるかもしれんけど、おそらくそんなことはしていない上での発言だろうし、そもそも感じ方は人それぞれだし、その言葉の根底にはやっぱり、みんな苦労してんのにお前だけ楽をしようなんて許さないぞ。あるいは、社会を舐めるな。という思いがあったように感じる。社会を舐めるって思う。ああ、社会を舐めるね。はい。自分は汗水垂らして苦労して働いてきた。働いているのに、お前は楽をしようなんて。そんなの絶対に許さないぞ。というような、そんな怒りを。てか、そもそも俺は、ここより楽なとこって言ったのであって、楽な仕事って言ったわけじゃないから、楽な仕事なんかないっていう返しは、今思えばそもそも会話が成立してなかったな。気づきが後から遅れてくるタイプの人間だから、今気づいた。この性質、なかなか歯がゆい思いをすることが多いんだよな。不当な責め方や説教されても、その場では頭が回らず、矛盾に気づきにくいから、はいはい言うだけで終わって、家帰って一人になった時にやっと、あいつの言ってること矛盾してんじゃんとか、おかしいなってことに気づいて、でももうその時には反論する相手は目の前にいないから、くっそーってなるっていうね。で、ストレスが蓄積されていくっていう。不完全燃焼だな。かといって一度話が終わった後で、この前の話ですけど、あなたここ矛盾してましたよね？とか、わざわざ折り返してまで反応しに行くのもなんかキモいよな、みたいな感じで。どうにかならんかな、これ。基本的に一人で考える時間が絶対にいるからな。言われたことを頭の中で整理して、それに対する自分の考えをまとめて言語化するまで、誰も待ってはくれないからな。日が暮れちまうから、周りに人がいると、自分の考えに集中できない、単純に。余分な情報を拾ってしまうから、全部。で、自殺なんかに関してもそうだけどさ、死にたいっていう人間に対して生きろっていう人いるじゃん。これって自殺しようとしてる人間が寿命で生を終えるまで継続的に向き合っていく、支援していく。その人間一人の人生を抱える覚悟で言ってんのか、そういう覚悟はないし、そこは自力で何とかしろって感じだけど、とりあえず生きとけっていう無責任かつふわっとした気持ちで言ってんのか、どっちなんだろうな。まあどっちにしろ、生きろとか死ねとか他人が口出しすることではないとは思うけども。死にたいって言って生きろとかって言われたいタイプの方とかだったらまあよかったりするのかな。その辺はちょっと微妙なところかもしれないけど。どのみち生死に関しては本当に繊細な部分だと思うし、まあ俺は基本的に口出ししないってかできないな。ただ俺の心情として、生きたい人は生きればいいけど死にたい人は死ねばいいというよりかは、生きたい人は生きればいいし死にたい人は楽になってほしいという方が近い気がする。安易に死にたい人は死ねばいいとは自分は言えないな。楽になってほしいという言葉の中に死も含まれる。みたいなニュアンスかな、どちらかというと。それだけ繊細な部分だと思っているから。死の先には何があるか分かんないじゃん、俺らは。無なのか、有なのか。俺が反出生よりの人間であることはこの先もずっと変わらないと思うけど、そういう意味でも反出生を 100% 信じることはできない。生前や死後という未知が無であるという証明がなされない限りは、仮に生前と死後が有で、そこに同じような世界、あるいはここよりもっとひどい光景が広がっていたところで、俺にとっては終わらせるべきものが増えるだけの話ではあるけどな。無以上にいいものはないと思うから。これは個人的な理想だけど、地球がどうこうとかじゃなくて、宇宙そのものがなくなればいいと思ってる。全員が平等かつ幸福な世界というものを今すぐ実現できるなら話は変わってくるかもだけど、これからそういう世界にするから、みんなが幸福な社会にするから、一体それはいつだ、いつそうなるんだ、それまでに何人の犠牲が出るのか、正直俺は難しい理屈は苦手だ。ただ
自分がされて嫌だったことを他人がされるのが嫌だという気持ちが確かにある。俺がされたことを他人全員が俺と同じように嫌だと思うかわからないけど、そう思う人間が発生する可能性があるかないかの話な。と言っても人間自分がされて嫌だったことを人に知ってしまうことはあるよな。ただ出生に関してはそれらの全ての根源であるから、だから譲れない部分になってしまうんだよな俺の中では。こんなことを言う俺は周囲の人間にとって口だけで何もしないやつ、そんな風に映るかもな。実際そうだと思う。朝目が覚めて布団から出るのですら億劫な人間だ。自分のことでいっぱいいっぱいで、とても他人のために行動する余裕がない。でもだからって黙っていられるか。口だけでも動かした方がマシだ。ただ怠惰の好奇さというものもあるからな。行動せずに発言しないということもまたある種の行動だと思う。どちらを選んでもそれぞれにいい点があると思うし、どちらがいいとも悪いとも思わない。世の中では何かをしなければならないとか、頑張らなければならないみたいな自爆のようなものがあるけど、別に何もしなくたっていいんだよな。シオランが言うように、基本的に行動というものから誰かにとっての悪は生じるし、それはなんというか、俺が怠惰であるおかげで今日もどこかの誰かを苦しめずに済んだというようなものだよな。それはそれで素晴らしいことだと思う。とりあえずまあ今日言いたかったのは、世間が何か責めてきたりバカにしたりしてきても気にすることはないっていう、そういうことね。みんなこの地球という檻の中で行き場のない怒りや憎しみをぶつけ合ってるだけだから、そういう場所だからここは、とまあ俺は思っている。ぶっちゃけ俺的には、労働に身を置きながらニートとかの個人に対して社会のゴミとか甘えるなとかって暴言吐きに行ったり説教垂れに行ったり見下したりしなければならないほど心が疲弊してるんなら、余裕がないんなら生活保護を受ければいいと思うんだよな。自分は頑張ってるのに他人が頑張ってないのが許せないんであれば、自分も頑張ることをやめてしまえばいい。まあそれが簡単なことではないんだろうから、この世はこんなに殺伐としているんだろうけどな。こういうことを言うと、社会が回らなくなったらどうすんだ言われそうだけど、俺はそれでいいと思う。だっておかしいもん。強制的に生み出された上、社会を回す養分にされるなんて。マジで何のために生きてんのかわかんないやつじゃん。まあ、そんなことを言いながらも、俺は今仕事を探してるわけだけども。ただ俺の中でこういう相反する思いがある限り、働き始めてもまたその思いが強くなってきてやめるかもな。そんな繰り返しな気がする。いつまでそれが続くかって話だよな。まあ俺なりにぼちぼちやっていこうとは思ってるけど。話があるけどさ、進撃ファイナルシーズンのオープニングめちゃくちゃいいな。俺バイオリンが綺麗な曲ほんと好きなのよな。心がぐわーって熱くなるから、もう涙が出てくる。だから、ね、オブリビスカーリスがほんと好き。ヘビメタバンドのね。マジでバイオリンが美しすぎるんだよな。ボーカルさんの声も。てかヘビメタとバイオリンってほんと合うよな。恐ろしく合う。聞いたことない方がいたらぜひ聞いてみてほしい。美しすぎて心がグワーってなるから。もちろん合う合わないはあるとは思うけども。一応次の動画ではウィンクスサーが宿命についての感想などを軽く語ろうかと思ってる。まあ予定変更になる可能性は十分あるけど。てかこの前コメントしてきてくださったクズ人間さん、この動画を見てるかはわからんけど、あれから動画をいろいろ見させていただいてて、マジで自分と考えが似すぎてて、画面の前でそれなーって言いながら見てます。この前誕生日動画開けてらっしゃったけど、水瓶座なんですね。星座占いとか嫌いだったら申し訳ないけど、面白いってなっちゃいました。これからも動画楽しみにしてます。なんかこういうの本人に直接言いにくいんだよな。直接言いに行って惹かれたりするとめちゃくちゃ落ち込むから。わざわざ言いに行くべきことなのかということをめちゃくちゃ考えるし、でも思いを言葉にしないで自分の中に留めておくってのも嫌だから、間を取って本人が俺の家の前をたまたま通った時になんか聞こえてくるぐらいがちょうどいいかなって。いや、わからんけど。あ、あと、この前、逆転裁判のキャラクターの MBTI を調べてたら、何やら可愛らしいアホ毛の少年が出てきて、気になって調べてみたら、どうやら逆転検事2に登場するキャラクターで、一柳弓彦という名前らしく、性格についての記載を見たところかなり好みだったんで、これはやるしかないと思い、即座にソフトを調達してきた。やるのめちゃくちゃ楽しみだわ。逆転検事は1作目のソフトをかなり前に買って積んでる状態なんだけど、これ1作目からやった方がいいのかな？そこちょっと迷うところだな。弓彦気になりすぎるから、2からやってもいいかな？2からやろうかな。てか、俺みっちゃん大好きだから、みっちゃんがずっといるだけでも最高なのに、弓彦とかいうクソ可愛いやつの存在を知っちゃったからもうダメだな、これ死ぬな、これ。てかおしゃれに恋してっていうゲームご存知の方いますかね。あれガチで難しすぎて積んでるんだけど、誰か攻略できた人いる？こんだけ挑戦してるのにクリアできないってなんなん。しかもゲームオーバー後のリトライ画面で初めかなっていう選択肢が出てくんの何？意味わかんねえんだけど。マリオで言うとクッパ目前に一番最初のステージに戻るようなもんだろ。やべえだろ。でもその選択肢がリトライ画面で出てくるということは、そこまでの選択肢によっては初めからやり直さなければクリアできないような作りになっているということだったりするのか。じゃなきゃ初めからなんて選択肢用意しないよな。どうなんだろうその辺。
初めからやり直すべきなのか。俺は早くユータを攻略してんだけどな。こいつを攻略するまで諦めることはできない。絶対にな。てかもうこのシリーズ今後一切作らないのかな。スイッチとかで続編出てくれたらめちゃくちゃ嬉しいけどな。なんというかユータみたいなやつが攻略対象になってるゲームって他にあんのかな。生意気だけど可愛い男みたいな。俺は自分が受け的ポジションのゲームが苦手なだけで、乙女ゲームが苦手というわけではないと思うんだよな。多分乙女ゲームにプレイヤーが受け的ポジションのゲームが多いだけで、そうでない乙女ゲームもあるだろうから。ん？あるのかな。聞いたことはないけど、まあもしあったらコメント欄で教えていただけるとありがたいです。しかし日常でふと思うんだけどさ、大抵の人間はこんな広い世界という視点から見れば本当にごくわずかな人間関係の中で生きている、生活しているわけじゃん、狭い世界の中でさ。でも今から1ヶ月だけでもより多くの人間と知り合って会話することに全精力を注いで行動すればきっと世界は広がるじゃん。そういうことを考えると、俺はこの1分1秒本当に無駄にしている気がしてならないし、強い焦燥感を感じるし、その可能性にすげえ心が熱くなってくる。今もどこかに俺と強烈に惹かれ合う人間がいるんだろうと思うと心がグワーってなってくる。そういう思いがあって動画投稿をしてるのもあるよな。やっぱ俺は自分から話しかけに行ったりするのがきついから、だったら話しかけてもらえるように、気づいてもらえるように叫んでいようって。これが今の自分の限界だな。マジで強烈な何かを求めてる。熱くなれる何かを。いや、熱くはなってんだよ、常に。音楽とか聴いてると心がグワーってなって、涙が出てくることは日常茶飯事ってほどに心は常に燃えてんだよ。ただ、それを爆発させる場所がないという感じ。こうして、ここでそういう思いを語ることで、多少収まってる感じはある。いや、本当に YouTube っていうツールがあってよかったなと思うな、しみじみ。YouTube もでもいつまで続くかわかんないよな。突然サービス終了とか、なんかそういうこととかになったりしたら、どうしようって感じだな。てかあれ、この前さ、前のさ、動画のさ、概要欄でさ、あの、魔術師マーリンの紹介をちょっと書き込んでおいたんだけど、前はなんか、有料だったんだけど、今 Amazon プライム会員だったら無料で見れるようになってたんで、プライム会員の方がいたらね、ぜひこの機会にでも、作品を見てほしいなと思いますね。ブロマンスも魔法もどっちも好きっていう方だったらマジで楽しめると思う。新しく買ったこのノートにいろいろ書き込んでいってますね。なんだったっけ、ペーパーブランクスか。愛用してるな、ほんと。これはチャーリー・チャップリンかな。まあ、かわいい、見た目がかわいいからさ。一時的にメモとか書き込んでおくノートとかだったら、まあもっとなんか安いやつでいいと思うんだけど、これとかさ、見返すわけじゃんか、ずっと保管しておいて。だからそういう書き物をする場合は、まあこういう可愛いノートを買ってね、飾ってても俺の部屋にマッチするようなノートにしてますね。こんな感じで可愛い。てかこれ、これついてるからね。なんだっけこれ。これなんて言うんだ。しおりっていうのがよくわかんない。なんかまあ紐ついてるから、紐がついてるからこういう。見たいページをすぐにパッと開くことができるから便利だよね、これ。ちょっとリビングに移動したから、もし食器洗浄機が今ね、稼働してるから、ちょっとうるさかったら申し訳ないけども。マジで本当に楽じゃないからね。引きこもるっていうのは。引きこもった部屋の中には自分一人がいて、その自分と死ぬほど向き合わなければならないから、むしろめちゃくちゃ地獄だと思う。まあ人によっては、まあ適材適所みたいな感じで、引きこもりがむしろ一番楽な方とかもいるかもしれないけども、リビング来たはいいけど、マジで寒すぎて、声が震えるわ、ちょっと。寒い、ほんと。今週面接だからな、マジで。ああ、どうなるかな、ほんと。まあ働くことになったら、頑張るしかないな。頑張る。別にね、仕事そんなこだわりはないんだよな、別に。働いて、まあ、ある程度の金が入ってくるなら、まあ、それでいいか、みたいな。あんまこだわりはないというか。まあ、いや、こだわりはあるけども、なんか、夢とかがまずそもそもないから、なりたいと思うものがないから、特に。あったんだったら、まあ、そっちにね、頑張るというか、努力を注げるかもしれないけど、ないんだよな、特に。まあ、強いて言うなら、ないな。ないわ。なんか、リビングで撮影するの変な感じ。多分あれ以来じゃないか、クッキングお料理動画出した時以来だよな、多分。あの時以外は多分もう自分の部屋で全部撮ってるから。てかさ、体重3キロ増えたんだけど、やばいわ、マジで。魔法使いの一日っていう、ルーティン的な動画を上げたけどさ、あれはまあ、あれだ。で、実際の俺は昼とかに起きるじゃん。で、まあ、カーペットつけるじゃん。で、毛布かぶって、ずっと座っているわけで、一日中。食べるものを取りに行くときとかは立ち上がるけど、それ以外ずっと座ってるわけで、本当に筋力がなくなってきてて、この前とかさ、自転車で出かけたんだよ。車怖くて乗れなくなったんだよな、教習所以外で。初めて車に乗ったときに、なんか、詳しいことはまあ別の動画で話すけど、マジ怖すぎて、いろんなこと考えすぎて怖すぎて、乗れなくなって、てか乗れな
乗りたくなくなったんだよ。そんな感じで自転車で出かけたんだけども、なんかあの耳がさ冷たいじゃん、自転車こいでるとさ、たまに頭が痛くなる、なんか頭痛みたいな感じになるじゃん、耳が痛すぎて。なんか耳と頭が近いからさ、神経がつながってんのかどうかなんかよくわかんないけどさなんかそれであのめっちゃ吐き気してきて、気持ち悪くなってきて、マジで歩けなくなって、買い物できないなこれみたいな感じで、近くにあった別ベンチみたいな椅子みたいなところに座って、あのもう耳を押さえて下を向いて、ひたすら気持ち悪さがなくなるのを待ってましたね。じっとしたら、近くにいたちっちゃい男の子が俺のことを覗き込んでじっと見てくるから、その状況がおかしくなってきて、ちょっと吹き出してしまったんだよね。あれちょっと肝がられてなかったらいいんだけど、すぐにそのお父さんみたいな人が俺の前からあの向こうに連れて行ってくれたんだけど、どう思われてたのかなって今思うとね、あの絶対気持ち悪かっただろうなっていう赤ちゃんとかちっちゃい子供ってなんか人の顔をじっと見てくるじゃん。あれどうしたらいいんだろうな。どういう反応したらいいんだろう。どういう反応するのが正しいの。マジでわかんないんだが。みんなどういう反応してますか。最初はなんかあのポーカーフェイス気取ってたんだけど、なんかあのおかしくなってきて笑ってしまうんだよなあれ。で回復してきて、やっともうこの生活のまま年取ったら確実にやばいなっていう焦りがね。もともと焦ってたんだけど、さらに焦りが募りましたね。なんかいつまでこんなこと続けてんだろうな俺みたいな感じではあるよね。多少は、まあその他人に対しては思わないけど、自分に対してはもう無理になった時はもう死ねばいいかなって思ってるから、逃げ口というか、まあ、自分の中では自分に対してだけはそういう風に思ってるな。あれだな、なんかまたナルガクッキングまたしたいな、久しぶりに。でも何を作るかっていう、あもううるせえな食洗機うるせえな、あ食洗機終わったわ、やっと。なんかあの配信をやってほしいというお言葉をありがたいことにいただけたんだけども、楽しそうでいいなと思うんだけど、あれリアルタイムでコメントが流れてくるじゃんか。俺はもう本当に感情がすぐ揺さぶられたりしてしまうから、リアルタイムで例えばあのキモい、まあキモいとかだったら直球すぎて逆にダメージ受けないかもしれないけど、直接的な暴言ではないけど心をえぐるようなコメントをされた場合にだよ、悪い意味で、ネガティブな意味でね、された場合に泣いてしまうんじゃないかと思うんだよな。なんかそこがすごい、うん、配信を躊躇する部分なんだよな。楽しそうなんだけどね、リアルタイムで見に来た方とかとさ喋ったりとかさ、すげえ楽しそうだなって思うんだけど、そういうところはマジでいいなと思うんだけど、デメリットがねちょっとね、気になるところだな。自分の中ではこの激しい強烈な感情が相手に伝わるのは嫌だな。だから嫌なんだよな、そのリアルタイムでのコミュニケーションというのはさ、電話とかもそうだけど、まあ視野には入れておこうかなっていう感じではあるけど、泣きそうになったら配信切ったらいいのかな。なんかそれもなんかな、それだったらもう動画で出した方がいいかなみたいな感じではあるよな。まあそんな感じで、なんか変なとこだけど、まあ次回に引き継ぐとする。待ってろよ由美子、夜布団に入ってゲームするっていうのはね、もう至福の時間だな本当。ということで始めていこうと思う。ではまた次回、サラドバー。